取れさせれたので、うん、切り込み入れていきます。で怖いんで一応もう切っちゃうとね、まあ使えないので少し余裕持ったところから切っていこうと思います。この辺ですかね。はい、お待たせしました。外しました。はい、こんな感じでね、こんな感じで外しました。ね、もうこれは再起不能ということでしょう。で、こちらもまあちょっとこの辺また。でこれがねバックモニターの配線ねしてくれてあるので、これを残しといて、あとはねここ今ショートしちゃった、これ気をつけようとは思ったんですけど、ちょっとうまく外せませんでした。でね、こう断熱材貼って、でやり方、板の貼り方はここの隙間になんかね板を入れる型のタイプと、もう直接これにボルト締めするタイプとあるんですけど、ちょっとその辺やり方考えます。もう一回、考えてみたいと思います。ここまでね、板貼ればいいのかなって気はしてますね。はい、以上です。なんとかここまで、まあまあ全然進んでない。逆にね、今、解体しているような状態なんですけど、うまく、いいかな。あとこれか。ここがね、内側はもう少し調整しながら整えて切っていきたいと思います。手席はこのまま残します。はい、で、はい、でまあ今やっと外した状態ですね。これからいろんなのを組み付けていく感じになると思います。今日はこんなところでお願いします。はい、では次回は板張りですね。天板張りです。はい、ありがとうございました。バイバイ。